税区は、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村で税区行政共同体の本部所在地である。税区は、アルゴイ地方南部に位置する。この町は、公式には49の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。税区周辺の地形は、広い牧草地、霊端出現。 数多くの中小の湖からなる。最も有名な湖は、贅区ことシュバルテンバイハーである。1138年から1147年の間に初めて贅区の名前が資料に登場する。下級貴族のスーワイカーでッカという人物が、売編ュテファン修道院の古文書に記録されているので、ある。贅クの表記は、その後時代とともに、正義、正義、聖地。 セック、セイグ、ソグックと変遷した。ゼークはアウクスブルク市協領に属した。フィュスセン管理区に属す小管理区がこの地に置かれた。1803年の帝国代表社会議主要決議によりこの集落はバイエルン領となった。1958年頃からゼークは保養地として有名になり、1987年12月に、 ルフトクアオルトという肩書きを与えられた。町長は、マルクス・ベルクトルトである。ズンガラ、赤字に、銀のホブネセイウルリヒ協会祭壇室税区の西外れにある。セイウルリヒ協会は、バイエルンで最も重要なロココ協会の一つである。ショービースとも呼ばれる。この協会は1725年に完成した。建物は、 ヨハン・ヤーコップ・ヘルコマーの設計で、フレスコや壁画は、バルタザール・リープ及びヨハン・バプティスト・エンデルレによる、2004年から2007年に、司祭、アロイス・マイスブルガーの下、バイエルン州、ドイツ文化財保護財団及び、個人の寄付による援助を受けて包括的な修復が、行われた。ありがとうございます。